国近基地は朝鮮民主主義人民共和国の政治家、朝鮮労働党の鉱山派に属していた。環境南道鉱山軍生まれ、1930年代に鉱山軍一帯で抗日運動に参加する。1936年5月に祖国幸福会の結成に参加し、近日成の属する東北抗日、連船軍などと連携して活動する。 1937年10月に餌ン事件が起きて、牧金地は日本の警察に逮捕されて投獄される。1941年8月に裁判で無期懲役の判決を受けた。1945年8月に日本の敗戦により朝鮮は解放される。1948年3月に朝鮮労働党の党中央委員となる。 朝鮮人民軍の総政治局副局長、朝鮮労働党中央管理部長、党中央組織指導部長などを歴任。1953年8月に、僕県営らの国内派の追放、粛清に、近日政に協力する。1953年8月に、朝鮮労働党の政治局員となる。1954年3月に、朝鮮労働党の常任政治局員、当初期。 党副委員長となる。1962年から1967年まで最高人民会議常任委員会副委員長を務める。1966年10月に党組織指導部長、台南朝鮮宣伝工作担当となる。1967年8月に朴金吉は朝鮮労働党の中央委員会第4期第15次総会において、 ご新宇人民武力部長によって、千里場運動を妨害したとされ半島、反革命分子として、名指しで批判を受けて会議場において、抗議のため自殺を図り、一命を取り留めたが、翌年、粛清されて処刑されたという。ありがとうございます。